はい、ユッキーです。ですね、ゴールデンバットの、フィルターね、つくということなんで、9の両切りタイプをですね、買ってきちゃいました。カートンでね。はい、賞味期限が2017年の1月までとなってます。じゃあね、早速ですが、開けて、まあ最後ということで、まあ両切りがね、なんだっけ、あれになっちゃうということでね、なんだっけ、6月の中旬ぐらいで、フィルターがついちゃうということなんで、まあ、吸っていきましょう。ゴールデンバット。ね。こちらを、このショットガンで、ショットガンという、まあ、アマゾンで400円ぐらいで売ってるね、シガレットホルダーで吸っていきます。久々だな、ゴールデンバット久しく吸ってない。申請ばっか吸ってた。あービールね。あれ、なんか案外歯がきっちり詰まってる。あれ、普通ゴールデンバットってすげえ結構歯がみっちり詰まってることも珍しいんですけど、美味しいですね。うん。ちょっとこう青臭いっていう感じはしますけど、ちょっと青臭いかな。このあの一本一本味が違うんでね。まあそれを楽しめる。ちょっと青臭い感じもあるけど、うん、うまい。本当はね、新製のカートンを買った時に、あの新製のカートンを全部吸い尽くしたらタバコはやめる予定だったんですけど、あのゴールデンバットのカートン買っちゃったんで、まあゴールデンバット吸い終わるまでは。ちょっとやめれないっすね。でも申請はもう残り4パックぐらいでなくなるんで、多分。うん。なんか歯ぎっちり詰まってる。ゴールデンバットには珍しい。すっげえ歯がぎっちぎちや。ゴールデンバットのフィルター楽しみっすね。めちゃくちゃ、あと新製のフィルターもね、めっちゃ楽しみっすけど、
うまいっすね、やっぱね。ビールを飲みながら。まあ、まずくならないことを期待します。うん。ゴールデンバットフィルター、新生フィルターはね。あ、ゴールデンバット、タールチ。タールチ、18mm のニコチン 1.1mm です。言うの忘れてた。まあ、いいか。まあ、ゴールデンバットはね、100年以上の歴史を持つタバコですから、なかなかね、その歴史を閉ざすことはなかなかしないだろうけど。まあでも今、値段が260円ですからね。ほんの数年前まで200円だったのにね、一気に60円も上がっちゃって。ほんとかわいそうですよ。かわいそうっていうか。うん。非常に残念ですね。ほんと2年前か、2、3年前まで200円だったんだな。確か。で、210円になって、で、そっから一気に50円ぐらい上がったのか。あれですね。安いものに目をつけて。つけた政府が、ふう、おいしゅうございました。これは五つ星、これはうまいですよ。ねえ、まあ吸うときはね、まあこういうシガレットホルダーは、ショットガンってやつ、俺がよく使ってる。これがショットガンっていう名前なんですけど。銃のショットガンと同じ。ね、カタカナでショットガン。こちらが、値段400円。これ Amazon で400円で買ったんで、つい、昨日ぐらいに400円で買いましたか。ね、それではご視聴ありがとうございました。